ロントサイド180、オーリーがちょっとできてきたら、でフロントサイド180のハウトゥーで、フロントサイド180俺の中で3つあると思ってて、この辺でやんの。1個目はテール、後ろ足のだけで回すような180、ギュイッて。こんな感じの180で、2個目があのドライブノーズをつけてキュイってやる。うん、危ない。こういう180で、3つ目がまあちゃんとオーリーして、オーリーしてあのまあドライブしないっていうの。この3つだと思うんだよね。で今日はどの180教えようかなと思うんだけど、最初に全部教えるか、全部でいいか、全部よし。最初にやるのはこのドライブ、ドライブじゃない、後ろ足のしゃくりだけでやるような、プラス上半身をつけるやつ。こういうやつ、これあの多分相当最初になる180でもあるし、あんまり覚えちゃいけない180でもあるし、でも後々覚えなきゃいけない180でもある、技によって。でなんで今みたいになるかっていうと、これねほとんど前足使ってないんだよね。上半身の振りとテールを弾いてんじゃなくて、ほぼ送ってるだけでやってる180で、その時にコツとしては、まああんまコツなんて教えない方がいいと思うんだけど、こっから飛ん180したらイメージは1個こっちにいる、この辺かな、デッキ1枚分ぐらい後ろに、後ろに飛ぶっていうか、ここにいるのを180したらここにいるイメージ。ちょっとだけ、これがまず一つ目の180で、二つ目の180は、ドライブだね。ドライブの180は最初、まあ、フラットでやるのもいいんだけど、ちょっと難しいかも。フラットノーズがつきすぎちゃって、そう、こういう風になっちゃう最初ね。言ったらちょっとマニュアル状態にするから、こんぐらいなイメージ、最初は。で慣れてきたらちょっとこれを一連の動作に、こういうふうに。3つ一緒のやり方だけど全然違うでしょ。3つ2つか、そうノーズが詰まっちゃう。でこれの調子いい練習方法は、あの段差に飛び乗る180すると結構覚えやすい。
こういう段差乗る180するとキュピってやりやすいかな。まあ本当最初のは後ろ足軸で回すんだけど、今のやつだと前足軸で回す。だからこれと一緒だね、感覚は。この滑ってて板をこの感覚と一緒のをちょっと飛んで一瞬でやってあげる。先に前足をつけてあげるっていうのを意識するとやりやすいかな。まあ、その時に上半身は和線にちゃんとつける。で次が一番覚えた方がいい、あのただの180で、これは何もスタンスの話してなかった。スタンス今更だけど、1個目と2個目の180のスタンスは正直結構適当。こんなんでいいかな、こんなんとか、まあ、自分がやりやすいって思うスタンスでいい、うん、何でもいい、何でもできるから絶対。あの1個目の180で大事なのは前足じゃなくテール足だから、テールの足がこういう風にできれば、こういう風にできれば OK だし、なんだっけ、ドライブ、ドライブはちょっとこう前が踏めればいいから、その自分が踏みやすい場所、この俺はこのどこ、前ビスぐらい、この辺に足がちょっと擦った時に行くところでやってるから、この辺かな、うん、で3つ目のちゃんとした180はスタンスが、後ろ足はもうオーリーの足と一緒、ど真ん中叩く、ど真ん中叩く場所なんだけど、前足が少しだけ俺つま先が出る。オーリー足のスタンス位置なんだけど、そこからちょっとだけ出る。でオーリーの時って肩をこうやって上げるんだけど、180の時はこっからこういう風に開くで飛ぶ。フラットルできるかな、こっからこんな感じに。ちゃんと飛ぶときにオーリーのこのタイミングと一緒に体をひねる。こんな感じで大事なのはオーリーここでも大事なのがオーリー。オーリーがしっかり物とか飛べるようになったら多分すぐできるようになる。あと上半身をうまくつけてあげればいいだけだから、うん、あんまりこう後ろ足を持ってったりとかする意識じゃなくて、しっかりと上に飛んでしっかり回してあげるっていうのが大事になってくるかな。これを覚えるとね、段差降りたりとかもこの180だったらできるから。こんな感じに。なんで、まあ、無理に3つ目を覚えろって言わないけど、一個一個
やり方も違うし、ね、ちょっと必要、使うところの用途も違うから、覚えておいて損はないと思うんで、まあ、いろいろやって、自分はこのやり方が調子いいなっていうのを見つけてくれたらいいんじゃないかなと。はい。